はい、どうも、こんにちは。木戸です。今回はですね、アレイさんがガラスをすり抜けちゃう問題をちょっと検証しようと思って。板ガラスだからすり抜けられちゃってるのか、板ガラスじゃなくてもすり抜けられるのかっていうのを、普通の檻だったら大丈夫っぽかったもんね、捕まってたの。まあ、こんな感じで、とりあえずね、ちっこいお部屋を作ってみて、で、アレイさんにここに入っていただく。アレイさんを丸石で釣ろう。ほいほい。さあ、ドロップアイテムがあるよ。アレイさん、こっちに来てくれない。ちょっととりあえず、お仲間と離れないようにしてんのかな。一回、ここに入っていただきたいんですが、そうそう。リードを外しちゃおうね。あー、ほい。アレイさんの動きが早すぎるんよな。ほい。さあ、アレイさん、これを取りに入ってください。ああ、違った。おや、拾ってくれない。リードをつけて、横からは入れなさそうだもんね。どこまで回収してくれるのか。お、奥のやつを取りに行ってほしいな。奥のやつを。入ろうとしてるけど、障害物に阻まれている？さあ、入ってくれるかな？そこにあるんだよ、アレイさん。君が拾うべき障害物じゃない。アイテムが。お、開いた開いた。よし。こうするとアレイさんはもう出てこれない。出てこれないっぽいね。やっぱこれ、板ガラスにしたのがダメだったんだ。ちょっと閉じ込めとくのかわいそうだから、解放してあげよう。ってことは、やっぱアレイさんルームは、作り直しっすね。ガラス、めっちゃいるな。何スタックあればいいんだろう。
とりあえず今焼いてあるのがこれだけだけど、これじゃ足りないね。ちょっとアレイさんにはアレイさんにお手伝いしてもらおうか。砂を掘りに行く。よし。レコードとアメジスト。お、踊ってますね。かわいいな。分裂。もう一匹のアレイさんが。お、踊り、こっちに来て踊り始めた。こっちも分裂。よし。じゃあこの分裂したアレイさんを連れて、とりあえずリード。はい、どこ行った？分裂したアレイさんたちがどこに行った？あ、発見。高い。ちょっと、あんま、そんなところにも行っちゃったの。ちょっと降りてきてください。はい、ナイス。もう一匹。もう一匹どこぞ。アレイさんが。いない。まあ今後増やしまくればいいからいいんだけど、砂が今全くないから砂を取りに行こう。あれ、一匹しかいない？もう一匹は？もう一匹どこ行った？リードここに落ちてるわ。いたいた。ちょっとついてきていただきたい。よし。まあ、砂をね、取ってきてってして、渡してしまえばもう、リードなってもついてきてくれるんで。お、来てる。あ、来てるね、一応。リードが、外れている。ダメだ。アレイさん、ついてきてくんないな。やっぱ、アイテム持たせるのが、一番無難かね。こっちも、リードはもういいよ。これで、うん、積極的についてきてくれる。夜になるから寝とこう。
よし、じゃあ目指すはこの、あそこの山っすね。あっこで、砂を掘りまくろうと思う。アレイさんたちもね、自分らのお家が、お家の材料だったから、今度は砂を、どこ行った？あ、いたいたいた。ちょっとこれを受け取って砂を拾ってくれ。はい、これをお願いします。そっちのアレさん、石返して砂を。まあ、というわけで、あとはこう拾ってたらアレイさんが勝手に回収してポイポイ投げてくれるという。でアレイさん自身もこうインベントリがをこうちゃんと1スタック分のインベントリがあるようなので、結構サクサクと、これは、こういう資材集めではマジで重宝するよ。すごい勢いで砂を投げてくれる。こう掘った後に自分でこう拾って回らなくてもいいっていうの、楽でいいね。ひたすら掘るだけ。すげえ早え。もっといっぱいあった方がいいか。シルクタッチのツルハシを作るつもりがないから。できるだけたくさんの砂を集めておこう。お、とか言ってる間にもうインベントリがいっぱい。いやー、マジで優秀。もういっぱい、これ以上拾えない。うん、アレイさんいっぱい投げてくれるけどね、これ以上拾えないんだわ。というわけで帰りましょう。ちゃんと来てる。あ、一応来てる。紐つけてやった方がいいんだろうか。ああ、なるほど。俺に向かって投げるけど、俺が拾わないから、アレイさん戸惑ってんのね。戸惑わないでください。もう石じゃねえや。砂は大丈夫なんで。よし。帰ってきた。
がっておいで。早速リードがどっかで切れたな。お、オッケー。これでこっちついてきてくれるね。大丈夫だね。近くに32ブロックだったかなとか以内のアイテムを拾ってくれるっぽいので、なんかでやっぱり俺が離れすぎちゃうと帰ってきてくれなくなると。だからそこそこ様子見しつつ、よっしゃ、ただいま。アレさん、帰ってきてくれてる？大丈夫そうだね。よし、これでインベントリ空いたから。あ、でも持っといてもらった方がいいのか。もう一匹どこ行った？あ、おったおった。おったけど、ちょっと、お家に戻っといてもらおう。カエルのお仲間も探してきてあげたいけど、やっぱアレイさんちの方が重要だね。この村の発展具合気持ち悪いな。なんかすごい発展したなと今更ながらに感動している。っていうか村人の数が多すぎ。さあ石がどんどん焼けてくれるといいんだが。アレイさんはどこ行ったんだ？しまわなかった方のアレイさん。いないな。あ、いたいたいた。ちょっと君も。こちらへ。やっぱ板ガラスとかってケチっちゃダメなんだね。いやでも好きなんよな、このなんだろう、厚みのない感じが。ここに繋いでおくか。で、その砂は回収しよう。あ、これ一回壊すのに徹するか。せっかく作ったアレイさんのお家だけど、
まず全部壊す。全部ではないか。屋根ではのそのまんまに。やりづらーい。あ、屋根壊しちゃった。夜になっちゃったから、さっさと寝ますかね。一回寝て、ガラスとか見えにくいから、こういうのがめっちゃ見えにくいから、破壊するのがちょっと手間な感じがする。よし、こっち側、とりあえず。あ、ここにまた、壊しの格子が。よし、こっち面クリア。ちゃんと普通のガラスになってるよな。今度はこっち側にしよう。せっかく作ったのに。ガラス製造が追いつくかな。よし。壊し残しが、こっち側も。どこだ？穴開き。ここ？ここか。ほんとガラスは見にくい。見えやすいはずなのに見えにくい。
最後、こっち側はちょっとガラスいっぱいいるから、今度こっち側を。いや、なんかこう、荷物持ちがついてきてくれるって考えると、アレイさん大量を増殖させて、投げられても、あの、なんか、ジュークボックス、音符ブロックを使えば、なんか、チェストの方にしまうっていうこともできるようで、それも活用できれば、資材集めがね、一気にこう、インベントリが、余裕ができる気がするんよ。やっぱ普通のガラスはアレイさん通り抜けられないですね。よし、こっち側もできたかな？できたっぽいな。穴開き。よし、じゃあ最後、向こう側だけど、その前にちょっと焼いてる分を。ここのツタもな、なんだっけ、グローリーフだっけ。あれにしたいな。ガラス、ちょっと作りすぎ、砂多すぎかもしれん。多分これで足りちゃうから。こっち側っすね。うっかり天井分まで穴開けないように気をつけないと。よし、あとちょっと、ああ。壊してはいけないところを壊してしまった。これで、いいかな？壊し残し発見。これでアレイさんたちを自由に飛び回っていただくことができる。わざわざリードとかつけなくても大丈夫なはず。様子を見に来てくれてますね。
よし。これで、どうだ。リードを外してみましょう。リード外して、ちょっともう一回、踊ってもらう。分裂、分裂。一匹だけね、本当に一番最初に連れて帰ってきた子だけ、アレイさんっていう名前がついてんだよ。よし、アレイさんも分裂して、あ、アレイさんどこ行った、分裂、あれ、さあこれで一気に一気に増えましたね。一気に増えたけど、ちょっと、やっぱり、増やすと窮屈そう。若干発光してんのかな、アレイさん。これ、砂がまだいっぱいあるし、天井もっと高くしてあげてもいいかも。上も結構高く飛べるはずだから、砂いっぱいあるから天井を高くしますかね。あの水槽ぐらいの高さかな。ちょっと窮屈そう。よいしょ。で、とりあえず周りをこう囲っていく感じで。てか、なんでこの高さにしたんだっけ？あ、うさぎ小屋とかと合わせようとしたんか。よし。じゃあ、今回もうね、お時間なんでね、とりあえずアレイさんのお家が、まだ途中ではあるけど、それなりに完成したということで、本日ここまでで終わりたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。